はですね、小屋の中で使う、棚を作りたいと思います。で、小屋の中でぴったりとしたサイズで作りたいので、こういったね、合板買ってきて、手作りで作りたいと思います。でまずですね、その合板の説明からしようかなと思うんですけども、ホームセンターに行くとですね、いろんな種類の合板が売られてるんですね。例えば構造用合板、こういうね、家を作るとき、小屋を作るときにも使ったんですけども、構造用合板とか、あとはコンクリート打設で使うときのコンパネとかね、あとは OSB 合板とか、いろいろあるんですけども、その中にですね、ラワン合板というのがあるんですね。で、僕が行ったホームセンターではラワン合板ではなくて普通合板かな、そういった名前で売られていたんですけども、まあこれがそうなんですけども、まあ、使う用途によっていろいろと変えるんですけども、僕の場合はその仕上がりですね、その表面の感じはですね、これが一番雰囲気がいいのかなと思ったので、これを選びました。なんでね、見た目で決めるんであれば、今言った合板の中でね、どれを使ってもいいかなとは思うんですけどね。で、厚みなんですけども、僕は普通に一般的に12ミリが普通なのかなと思ったんですけども、そのお店にはですね、どういうわけか9ミリしかなかったんで、まあ、いいかなということで、これは9ミリですね。1820×910 で厚みが9ミリといった普通合板、ラワン合板というものです。で、これを切ってね、今日は棚を作っていきたいと思うんですけども、まずはですね、自分でこう、測ったサイズに、材料を切り分けていくという作業なんですけども、で、その切り分ける際にはこの丸ノコを使います。こう丸ノコでですね、こうまっすぐここ切りたいんですけども、この刃の厚みもですね、この何ミリですかね、2ミリぐらいありますかね。この2ミリでもね、ずっと切っていけば大きな差になっていくので、この、このラインの外側、このラインを残して切るような形。このラインの上で切っちゃうとね、それぞれ両方に1ミリずつこう減っていくことになるんで、このラインを残す感じで切っていくというふうにね、して切っていきます。まあ、こんな感じでですね、まずは材の切り出しからやっていきたいと思います。はい、今これですね、もともと長さが910なんで、これはそのまま生かしたいんですよね。で、こちらが290で切りました。で、切ったサイズどうしてもね、こういったバリ出てしまうので、これはですね、まあ、こういったヤスリ、こういったものですね、これをこうやって磨いてあげる、でやっといた方がいいですね。で、あとさっきですね、説明して忘れたんですけども、この合板にもね、表裏があるんですよ。これ裏です。で、これ表、まあ、見た目が綺麗な方表にしてもらえばいいかと思うんですけども、基本的にはね、裏面にはなんかこうスタンプとかね押してあるんで、それを見ればねすぐ分かるかなと思います。ただ見比べればね、全然違いますよ。やっぱり裏面はね汚いです。1枚取りましたね。はい、今ですね、スケールを当てて、ラインを描くところなんですけども、今回290で取りたいんですね。290というのは、29センチなんですね。ここですね。で、ここにマーキングするときですね、ここの、隙間とここの隙間がだいたい同じぐらいになるように。大げさに言うとですね、こんな形で290取っても曲がっちゃうじゃないですか。なんで、ここがまっすぐになるように、できるだけこう端っこの方でですね、こう取ってあげると。ただ、ちょっとマーキングするのに少し必要なんで、少しだけ開けて取りますけども、290、ここですね。はい、290取れました。ここで、それを反対側でも同じようにやります。ぴったりですね、290。今回材の接合を有り継ぎという方式でやりたいと思うんですけども、このね、ジグ、
こちらのアメリカのものなんですけども、多分持ってる人いないと思うんで、あと非常にこれ複雑なんですよ。なんでこの使い方ちょっと割愛しますね。まあ、ちょっと漢字だけね、こんな感じでやってますというのだけちょっと見てもらおうと思います。はい、こんにちは。次の日なんですけども、昨日ですね、この4枚切り出しをして、でこちらのですね、ありつぎ加工、こちらをですね、全部、終えました。で今日はこの、棚板ですね、棚板が入るところ、これ昨日ねマーキングだけはしたんですけども、こういったところにねちょっとこのルーターを使って溝を掘っていきたいと思います。でね、溝を掘るには大体この9ミリの合板に対して、そうですね、3ミリぐらいの溝を掘ろうかなと思ってるんですけども、その3ミリにしたかったらこのルーターの刃を3ミリこのベースから出すと、でこう当ててこのガイドをつけてですね、でブーッとこう削っていくといった流れですね。ちょっとこうねガタガタしますね、場所変えましょうかね。まあそんな感じでちょっとやっていこうと思います。でこちらはですね、今のこのビットがですね6ミリなんで、こう9ミリ幅を、開けたいんですが足りないんで、このガイドをちょっとその分ずらして、あとは残りですね、残り3ミリぐらいですね、これを削っていきたいと思います。台のですね、溝ですね、棚受けを入れるための溝、すべての材に、施しました。でいよいよですね、こちら、まず外枠だけなんですけども、組み立てをしようと思います。でこの継ぎ方がですね、ありつぎってこういうちょっと複雑なやつなので、一回ここにねボンド、木工用ボンドを入れてこう止めちゃうのは一発勝負になると思うんですよね。なんでちょっとね、まあうまくいくかわかんないですけども、ちょっとね一発勝負でこうボンド入れて組み立てていこうと思います。こちらのボンドは絶対にこうはみるんで、はみたところは水拭きでねすぐに拭いてれば綺麗に取れるんで、いざ行きますか。ひとまずですね、組むことができました。
あとちょっとはみ出たところを拭いて、そうね、直角を出してクランプで止めるって流れですかね。はい、今ですね、組み終わった後木工用ボンド入れたんで、このままこういったクランプを使ってですね、保持して接着剤の効果を待ちたいと思います。一応ね、このね、これが結構優秀で、四角い箱物とかね、やるとき意外と便利かなって思ってますね。意外とね、これも安かったっすよ。多分1000円、2000円とかそんなんじゃないですかね。丸ノコで切ると、ちょっとね、ここ切り残しが出てしまうので、その最後の1センチぐらいですかね。それは、で、あとここをどうやって落とすかっていうところですね。どうですかね。まあ合板でね、合板だけで作ったと見ればまあまあいいですかね。ちょっと陳列棚的な感じで使ったり、あとはなんかストッカーとかね、意外とねしっかりしてますよ。うん、なかなか